ないよ。すいません、はい、今の48分の電車ですよね。そうですよ。あの白いコート着た女の子見ませんでしたか。白いコート、ああおりましたよ。ほらあそこに立っとりました。あ、どこ行ったんですか。この前の4時33分の電車に乗りました。違う、リカ。
できんじゃん。リカリカ。かっこいい帽子かぶってんじゃん。貸してやろうか。うん。お前が見えない。そうだ、お姉ちゃんさ、お菓子持ってんの食べる。うん。うん。浴衣着て金魚すくいやったり、あと花火あげたりしてさ。いいね。あ、そう、卒業するときさ、この学校の柱にさ名前彫ったんだよ。6年2組長尾幹事って。21、22、23、東京に出てくる。この年長尾幹事は生涯で最も重要な事件がありました。さて何でしょう。赤名里香と出会う。まあそれはさておき。24歳。もう一人になりたくないよ。もう他の誰かじゃ嫌だよ。もう話さない。魔法使ってこの空に満ちかけてって言ったら。それはできないかもしれないけど。じゃあダメだ。でも魔法だったら使える。どんな？だから何？感じ。